はい、ということで今日も、マルボンズームやっていこうと、思いますけれども、お待たせいたしました、ありがとうございます。はい、今日はですね、なんとなんと門田仕切りでやっていこうかなと思いますが、いいじゃない、はい、皆さん準備するものをですね、いくつかご用意いただいてると思いますけれども、持ってきてもらいましたでしょうか。違う違う、カズマさん、違う、パンケーキいらない紙でございます。今日使ってもらうのは紙とペンでございます。はい、大丈夫ですか、皆さん準備の方は。 ありがとうございます。今日ですね、何をしようかというと、結構ね、気温の方も涼しくなってきたりして、秋を迎えてくるんじゃなかろうかというところでございますけれども、どうですか、もう皆さん気持ちは秋な感じになってきてますか？いやだ、まだ夏がいい。まだもうちょっと夏がいいと。もうちょっと夏がいい。はい。さあ、その夏を忘れられない感じではありますけれども、秋といったら一体何でしょうか？みさみさん。森屋さんのピンクパーカー。いいですね、いいですね。秋といえば。秋といえば。うん、運動会。違うな、運動会いいですね。食欲の秋。あ、食欲の秋いいですね。芸術の秋。お出ました、ありがとうございます。そうでございます、芸術の秋でございます。まあ我々劇団ということでね、芸術というものに、まあ、分類されるところにいますけれども、さあ、じゃあ今日用意してもらった紙とペンを使っていて何が行われるかというと、今日やるタイトルですけれども、聞き手はダメよ、マルフクボンバーズ一筆書き画伯王決定戦でございます。おお、はい、どういうことか、ルールを説明させていただきます。ほぼタイトルに入ってるような気がする。そうです、もうほぼタイトルに入れております。うすうす分かったよ、分かりましたね、もう皆さん分かりましたね。ルールを説明します。まず一つ、はい、今回なんですけれども、一筆書きで、テーマに沿って絵を描いてもらいます。うん、一筆書きってもう話しちゃいけないんだよね。もう話しちゃダメです、絶対に話しちゃダメです。話しちゃダメです、もう一筆で描いてもらいます。この中でも結構絵を描くのが得意な人とかいると思うんですよ。あんちゃんとかね、結構絵を描くのが得意だって言ってね、この前、あんちゃん、カズマさんは得意じゃん。そう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 、なんでなんで、この前なんと雪と麦わら帽子2021で、うん、まさかの能力を発揮した山田裕貴とかね、あ、うん、そうそう、地獄のカレーとかを描いておりましたけれども、まあ、絵が得意な人ももしかしたらいるかもしれないということで、ここは公平にするために絶対に利き手と逆の手で一筆書きをしてもらいます。お、はい、利き手の使用は不可でございます。なので自分の利き手どっちですか？右です。お、左です。あ、左屋さん、ちょうどいい、左屋さん、左なんすか？嘘だ、右です。ではマーチャーさんが左が逆になる、ノリヤスさんも左が逆になる、ミサミさんも左が逆になる、カズマさん左手が利き手なんですか？いや、利き手はお箸持つ、利き手が右手ですね。で、逆の手が左ですね。そうだね。で、あんちゃんも左が逆の手と。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、そのみんな今日は左手で全て絵を描いてもらうということになりますので、よろしくお願いいたします。そして、なんとですね、今回の絵なんですけれども、得点がございます。はい。得点を10点。を、はじめにして、そこから減点方式でマイナスしていくという減点方式になります。うん、はい。で、何が減点されるのかというと、線が重なってしまった部分からマイナス1点でございます。例えばこう書いていて1回重なったらマイナス1点です、2回重なったらマイナス2点ですっていう感じで、重なった部分が多ければ多いほどマイナス1点されていきます。意外とだね。はい、むずい。
そしてまだまだあります。キーワードが入っていないとマイナス1点です。これはですね、今回まあだいたい5回ぐらいできるかできないかなっていうところがあるので、ちょっと多めに私の方でキーワードの方を選別させていただいております。そのキーワードが入っていないとマイナス1点させてもらいます、うん、プラスみんなに見てもらって出来上がりの作品を見てもらって、内容が伝わらなかった場合、これどう見てもこのどういうっていう風な形になっていたらマイナス2点でございます。でとしてちゃんと完成させてください。よろしいですか？はい、ただ減点されてるだけだと、まあ、0点になっちゃう可能性もあるなくはないじゃないですか。その救済措置としてみんなには今日は頭を使ってもらいます、皆さんが書いてる間に私から問題をなんとですね、させていただきます。まあクイズというかちょっとした質問というかさせてもらいます、うん、私からの質問に答えられたらプラス1点をさせてもらいます。よろしいですか？もうやってみるしかねえな。そうですね一旦やってみようか、はい、質問、はい、のりやさん油性でいいですか？いいです、いいです、いいです。ともそ、青でいいですかっていうのかと思ったらそっちだ。で最後にですね、今日描いてもらった皆さんの絵を見せてもらいますけれども、芸術点をこちらの角田の方で決めさせていただきます。これはですね最大3点です。すごいすげえ描けたなっていう方はもう最大3点プラスで10点の上に載せさせていただくっていう感じになります。途中参加の人が入ってきた場合はですね、平均点をこちらの方で取りますので、それを持った状態でスタートさせてもらいます。よろしいでしょうか？ではでは行きましょうか。あ、いきなり右手だった今役の手で書いてくださいよ。よろしくお願いしますよ。お題なんですが、まずはですね、マルクボンバーズの今までやらせてもらってきた作品の中のテーマを皆さんに書いてもらいます。そちらのテーマなんですけれども、まず一番最初に書いていただくテーマなんですけれども、あ、ピースオブケーキより犬と人間を入れた絵を描いてください。え、何でも大丈夫でございます。ピースオブケーキにちなんでなくても大丈夫です。犬と人間の入っている絵を利き手と逆の手で一筆書きで描いていただきます。大丈夫ですか？やばいです。大丈夫じゃねえ。やばいです。まあこれは、ね、やってみようぜ。やってみましょうよ、まあね、一旦やってみようか。行ってみましょうよ。え、どうしよう。ですね、だいたいどれぐらいがいいかな。4分ぐらいで書けますか？キーワードは、キーワードが犬と人間になります。あ、そういうこと。そういうことです。犬と人間が書けていないとダメです。そりゃそうでしょうね、犬と人間を書くんだから。そうです、そうです。よろしいですか？線が重なったら1点減点っていうのが、うん、線同士がクロスしたらダメってことですか？ダメです。クロスしちゃダメです。絶対にクロスしちゃダメです。まあクロスしてもね、マイナス1点されるだけだから絶対ではないですけど。よろしいですか？いきますよ。4分間の間に書きましょう。犬と人間でございます。よーい、スタート。